動物愛護センターや保健所に犬が連れてこられると、その後、飼い主からの連絡を待つ期間が数日間あります。その犬が飼い主とはぐれてしまったペットであれば、飼い主の元へ帰れるかもしれないからです。保健所で犬が保護されているこの期間、犬たちの世話をするのは保健所の職員たちの仕事。餌をやり、便を片付け、外に出してやったり、頭を撫でてやったり、慣れない場所で犬たちが安心できるよう、できる限りのことをしてくれるそうです。その待ち期間が終わりを告げると、飼い主からの連絡がなかった犬の中には、譲渡されるチャンスが与えられる犬もいます。新しい家族が見つかれば幸いですが、見つからなかった場合、日本ではその犬の命の終わりがやってきます。毎週、数日間とはいえ、可愛がっていた犬たちを、殺処分へと送り出さなければならない、職員の心境がどんなものか、考えたことはありますか？こちらは以前、Facebook にシェアされ話題となった、保健所で動物の殺処分を担当していた、職員の視点から書かれた文章です。金曜日の朝、どうか尻尾を振らないでくれ。保健所の現場から。私は、金曜日の朝が辛いです。数日間なれど、飼い主からの連絡を待ちながら、飼い主の代わりに世話をしています。飼い主を探したり、餌を与え、便の後片付けをし、日光浴をさせ、頭を撫でてやり、限られた時間でできるだけの情を注いでいます。情を注げば可愛く思えてきます。金曜日は殺処分するために、大分へ犬を運びます。情をかけた子を送り出す時の、我々職員の心境を考えてみてください。金曜日の朝、私の心は、こうです。尻尾を振りながら私を見ないでくれ。餌の時間かな、と疑いのない目で見ないでくれ。遊ぼうってすり寄らないでくれ。子は、殺処分したくない。憎しみで牙を剥いて吠えてくれ。その方が、私の心は痛まずに済むから。今から殺処分されるのに、親しそうな目で見ないでくれ。最後の最後まで人間を信じている。俺たちは、お前たちを殺処分するんだぞ。尻尾を振らないでくれ。私たち職員は、胸が締め付けられます。その時が金曜日です。憎しみで吠えられた方が気分が楽になる。この心境、わかりますか？保健所に殺処分を委ねる前に、愛犬との楽しかった時期を思い出してください。愛犬は、最後の最後まであなたを信じているはずです。愛犬が粗相をしたとしても、多くの場合、飼い主がしつけを怠ったケースが多く、責任を愛犬になすりつけないでください。犬についての正しい勉強を怠った自分を、見つめ直してください。これは大分県を中心に動物愛護の啓発に取り組む、ボランティア団体で活動をしている、保健所の元職員によって書かれたものです。職員が団体と共に主催している心の授業でも、教材として採用されているそうです。憎しみで吠えられた方が気分が楽になる。という言葉が深く胸に突き刺さりますね。殺処分ゼロに向けた活動の輪は広がりつつありますが、
日本では今でも、毎年20万頭以上の犬や猫が保健所に収容され、そのうちの17万頭が無残にも殺処分されています。引っ越しをするから、などという、身勝手な人間の都合で捨てられ、処分されていく命がこんなにもたくさんあるのです。動物たちは二酸化炭素への耐性が、人間よりも強いにもかかわらず、殺処分方法は、二酸化炭素ガスを用いたガス殺がほとんど。空前のペットブームの裏側で幸せになるべき、生きるべき命が処分されていく社会に、私たちは生きています。これが命の尊さや殺処分の現状や命を預かることに、責任について改めて考える、きっかけになればいいなと思います。殺処分ゼロを願って。ご視聴いただき誠にありがとうございました。ご感想など、お気軽にコメントください。チャンネル登録をお願いします。